おーい、キリトよ。クライン、それにエギルも、二人揃ってどうしたんだ？クラインが話があるとさ。いや、そんなかしこまるほど大げさな話じゃねえんだけど。おいおい、自分から言えよ。いや、分かってる分かってるって。どうしたんだ？何か困ったことでもあったのか、クライン？困ったことといえば困ったことかな。いや、ほら、そのいつもキリトと一緒にいる あいつ。あいつって誰だ？いつも一緒にいるじゃないか。あいつだよ、ほら。ん？アスナのことか？違うって。こっちの世界でいつも一緒にいるあいつだよ。ユージオだろ？そう、それ、それそれそれが言いたかったんだ。ユージオがどうかしたのか？そう、そのユージオなんだがよ、つまりいつもキリトと一緒にいるユージオのことをもっと詳しく知りたいんだと。そういうことなんだよ。なんだ、そんなことで悩んでいたのか、クライン。そう言ってやるな。こいつキリトをユージオに取られたって寂しがってんだよ。バカ言え。そうじゃねえよ。ただどんなやつなのかなってさ、気になるだろ。何せこんな戦争してるような状況だ。あいつとユージオとゆっくり話の一つもしてないだろう。確かにそうだな。あ、いや、俺の方こそすまなかった。もっと早く二人にはユージオを紹介しておけばよかったな。そうだよキリト、お前のせいだぞ。人のせいにするな、みっともねえぞ。まあ、でもなんていうか、いつも通りのクラインって感じだ。なんだよ、二人揃って言いたい放題言いやがって。待った、ちょうどいいところに。おい、ユージオ。やあ、キリト。あ、そっちの二人は？クラインとエギルだ。前にも話したとは思うけど、リアルワールドで俺と一緒に戦ってくれた仲間たちだ。そういえば、ゆっくり話もできませんでしたね。改めまして、ユージオです。エギルだ、よろしくな。俺がクラインだ。キリトが随分と世話になったみてえだな。あ、いえ、そんな、むしろ世話になったのは僕の方っていうか。そうそう、ユージオに剣術を教えたのはこの俺なんだからさ。ほほー、それはいいことを聞いたな。こりゃ一つ剣の腕前を披露してもらいたいところだな。どうする、ユージオ？僕は構わないよ。よし、それじゃ今度この4人で外へ出てみるか。なるほど、腕前を見るならそれが一番確実だな。よし、ユージオ、俺たちと一緒に冒険へ行こうぜ。はい、よろしくお願いします。クラインさん、エギルさん。そう固くなるな、ユージオ。エギルでいい。こっちもクラインで大丈夫。もう俺たちは仲間なんだからよ。そうそう、遠慮なんていらないよ。ましてやこいつらになんて。またキリトはもうちょっと年上を敬え。なんだよ、言ってることが真逆じゃないか。そうか、仲間